それに加えてこのダボスはもっとひどくて、うん、あの個人が作ったんですよスイスのなんかね、そうそうそう、今さっきあの浜岡さんが言われたシャープね、はい、それが作って、それでなんとなくね、これねまた日本のマスコミがね、なんとなく世界の一番偉い経済会議だなんて取り扱いしてるわけ。それでそこに日本の首相なんかが呼ばれたらホイホイ行くわけです、喜んで。全然関係ないんですよ、うん、全然。それがね、その世界を決めて、それで銀行屋さんを使って、それで例えば温暖化だとかそういう太陽光発電とか分かんないやつを政治家に金配って、そしてそれを世界的にやって、そこしか融資しないとか言って思想統制をして、さらにね、うん、そういうのに反対する人は、はい、どうも精神病だから、うん、本当ですよ、うん、精神病を治す薬を飲ませるって。本当ですか？つまりね、今まではちゃんと政策を言って選挙をし、選挙にした人が議会を作り、国家主権を守り、国家主権ごとに話をする国連を作るっていう、そういう組織を作ってきちっとやってたわけじゃないですか、うん、ところがグローバリズムでやると、何しろ国家主権じゃないから、うん、あらゆることやらなきゃいけないんですよ、うん、あらゆることやるってことは、意見が分かれてたら意見が分かれる人の頭の中変えなきゃいけない。それは精神安定剤だってことになって、本当ですよ。ちゃんとそういうのも公表してますよ、こういう薬を飲ませるんだって。そしたらその意見が、その意見がなくなるそうですよ。なくなりますね。そうそう、なくなる。ぼーっとしちゃうから。そうそう、だから我々は G20 なり EU の首脳が来たりしたり、それからダボス会議の出席なんかもう絶対に反対せんって感じですよ。いや、反対するっていうか考え方ですね。もう国家主権いらないと。もう誰かあの国のなんかなんとかっていう人が突然出てきて、世界でマスコミが生やして、でその人がもう世界人口は70億人から10億人に減らしたいったらそれにするととかね、そういうシステムにするっていう考えもないじゃないですよ。それはその人はそう、俺はそういう考えだって言わなきゃダメ。さっきのね、広告博士じゃないけどね、そういう人たちの一般的特徴はね、絶対に公的な場所では言わないんです。言わなくて裏でやるんです、裏でやって、それでそのお前広告剥がしてこいよ、お前ちょっとそういうその精神安定剤を作ってくれよ、その精神安定剤をあの飲むとね、反抗的気分が消えるらしいんですよ。いや、そのね、これはね、要するに国家主権から世界支配に移る時の手段の一つなんです。だからこれが悪いかどうかっていうのは僕ら議論せんといかん。だけど今までとは全く違う。まさにジョージ・オーベルの世界じゃないけど、洗脳装置がついちゃって、岸田首相がダボス会議に出席する方向で調整っていうのをね、はい、誰と調整してんだって言うんですよ。これは国民が合意しなきゃダメなんですよ、うん、国民の合意が一番大切で、岸田さんとしては私は日本の主権を手放して、ね、世界の経済に準じるというふうに考えを変えたと、うん、現在の世界はその一つずつの国がやるんじゃなくてね、とにかく世界で一つ選挙でも選ばれてない金持ちがやって、その裏に銀行がついてちゃんと融資もやって、そしてね、やるんだということを表明してダボス会議に出ればいいんですよ、うん、しかし絶対にね、ダボス会議に出る理由は演説しませんよ。うん、そうですね、うん、これ誰が調整してる、外務省外務省外務省が、外務省ってのは役人だから調整の必要ないですよ。首相が行くって行けばいいんだから。岸田さんに働きかけてる人っていうのは誰？もちろん出てきませんよ。出てこない。広告剥がしですから。あ、そう、なるほど。広告剥がしは絶対出てきませんから、顔が見えない、まあ、そこはですね、まあ、今の、まあ、先生の話にあったような、まあ、この隠然たる非公式な権力の行使と、そういうことです、いうことが問題なわけなんですね、はいはい、で実はこの記事の一番最後の方にあるんですが、うん、世界経済フォーラムとケリー米大統領特使気候変動問題担当、このあのケリーさんね、あのちょっと写真見ればすぐ分かりますけれども、もともと国務長官でしたかね、あの大変あの大物と言われている人です、はい、でこの人が、今回気候変動問題担当の大統領特使になって世界中で特使になっている、フランケンシュタイン的な人。そうそうそう、あ、そうか。それで分かっちゃうっていう、そうなんですよね。でこの人がですね、うん、まあ、あの世界経済フォーラムとともに企業連合というのを作っていると。でこれがファーストムーバーズコアリション FMC というですね、
企業連合というのを作っていて、脱炭素技術に120億ドル約1兆6000億円を投資すると。でこれは企業の購買力を脱炭素につなげる仕組みだと。参加企業が脱炭素を考慮した原材料を購入すれば取引先も変わる。これつまりどういうことかというと、ここに参加している企業があるじゃないですか、この FMC というものにね、はい、でそこがそのもうこういうものじゃないと買わないよと、有力な企業が集まって、脱炭素を前提としたこういうものじゃないとも買わない、こういうものをくれっていうふうにやっていくと、そうするとその供給する側の企業もそれにある程度従わざるを得なくなってくるわけです。なるほど、うん、あ、日本 の, あのバイオマスプラスチックと同じですね。あのビニール袋の有料化の時にバイオマスを使ったビニールだったら無料で配布して良いというふうに、あ、だから企業がそれを買わざるを得ないと、お客さんに負担させるか、うん、企業が自分で負担してそのバイオマスを買うかと、うん、はい、でそうすると今度そのうちにですね、うん、例えば、じゃ あ, あの火力発電に投資するんだったら、あなたの会社にはもう投資しませんよとか、ね、うん、まあ、あるいはこれ売りませんよとか、このサービス提供しませんよとかというような、あ、全く非公式の隠然たる権力を使って世界を自分たちが思う方向へ引っ張っていこうとする。でそれは全く選挙で選ばれても何でもない非公式なパワーなんですね、うん、というものがこの世界を、まあ、グローバリズムというのはそういうものがリードしようとしていると。さっき先生がおっしゃったような EU というのも まさにその、まあ、グローバリズムの一つの典型的な形なわけですよね、はい、それ各国ヨーロッパはそれぞれの主権を失っちゃうとこういうことになるわけですからね。いや本当にこのグローバリズムというのは恐ろしいんだけど、しかし岸田さんはノーアイデアでしょうね。そうですね、はい、そしてさらにね、さらにですよ、そこからタートルネックしか、僕も今日実は着てるんですけど、別に小池さんに言われて着てるんじゃないですよ、あのそっちへしか考えがいかない人がいるんですよ。この東京都の太陽光パネル設置義務化、はい、条例が成立してしまったっていうんですよ。成立しちゃったんですね。はい、この記事見てみましょう。はい、はい、お願いします。令和7年度から実施目指すということで、全国初となる東京都の新築一戸建て住宅などへの太陽光パネル設置を義務付ける環境確保条例改正案が15日都議会本会議で自民党などを除く賛成多数で可決成立したということです。あのね、はい、太陽光発電がこれ環境、何、環境なんて言いました、環境確保、環境ってどういう確保条例、どういう環境を思い浮かべますか、ここで言ってる環境っていうの、どういう環境を確保するか、豊かな自然豊かな自然でしょ、はい、普通はそうですよ、ええ、あの太陽光っていうのはね、もう生物にとってはね、もう基本中の基本、命綱なんですよ、うんうん、太陽光をみんなで分け合ってるんです、はい、だからもう太陽光にちょっとでも人間が手をつけたら自然は全部ダメになっちゃうんですよ。当たり前なんですよ。だってあなたね、そこら辺にある木とか草、あれなんで生きてると思ってます？光合成とか学びませんでした？やりました。やったでしょ、はい、ね、魚もそうですよ、うん、だからね、僕が一回佐世保市であの研究し、委託研究した時にやってみたら、佐世保市に太陽光発電を引くとね、佐世保市が使う人の使う電気のたった 2%、 50分の1を使うとね、佐世保市にあの今生息している希少動植物は全滅するんです。なんでかって言ったら、なんで希少かっていうとね、それは生活力がないんですよ。だから他の生物に追われて、うん、だいたい日陰に住んでるんですよ、うん、要するに希少動物はなんで希少動植物かって言ったら、あの戦いに負けるから希少動植物でひっそりと日陰もので生きてるんですよ、うん、それから先にやられるんです。我々はね、直射日光だけで生きてるんじゃないんですよ、うん、直射日光ってのは外に出れば直射日光だけど、うん、昼間は家の中明るいでしょ、あれ全部反射光ですから。だって直射日光ないのになんで家の中明るいのって言ったら、これね、うん、反射光なんですよ。反射光って非常に大きいんです、でそういう希少動物なんかは全部反射光で生きてるんです。それからさらに 8% まですると、うん、ね、人間の使ってる電力の 8% を太陽電池敷くと、稲とかそういう栽培系の人間の栽培系の植物以外は全部死滅するんです。
これもやっぱりそうなんですよ。一番いいところを人間が取るんですよ。例えば畑、ね、皆さんなんか畑はなんか田園だとか言うけど、動植物に取ってみたら、一番いいところを畑に取られるんですよ。だから我々はお前と住み行けと、なんで私たち住みなんですか、いやお前は人間に関係ねえじゃないかとこういうことなんですよ、はい、で、はい、もう今日本の国土ってのは37万平方キロメートル、それで、産地が大体産地とかそういう使えないところが、66%、その他のところはびっしり人間が使ってるんですよ、うん、でこれに手をつけると、我々は自然を全部なくしてビルの中だけで住むことになるんですよ。それを環境つってるんですよ、これ実は。だからあなたはなんか自然になるとか、自然が豊か、自然が環境を、自然のなくなる環境保護、あれがこれ環境確保条例なんですよ。なるほど。だってね、そんなこと僕は言わなくたって、僕科学者だけど科学者は言わなくても、あなた太陽光で生物が生きてるって知らないのね、そんなこと、あなたちゃんと学校で寝てなかった、いやちゃんと起きてました知ってました。でもゆり子は知らないのかもしれないですだってね、ゆり子はそのだからそれはね、はい、あの先ほどの議会が太陽光やれやれって言ったんで、その委託研究やってその議会に報告したんだけど、うん、要するにその、太陽光を利用するって別に考えとしては間違ってないですよ。だけどその時にその目的ね、こういう目的のために太陽光発電がいいのかっていう計算ぐらい一回しろっつってるんですよ。当たり前ですよ。それが失敗したのが水力発電ですから。あ、水力発電だったんですか。昔ね、あなたどう思ったか知らんけど、川の水がね、勝手に流れてきてると思ったらバカがいて、アホが。はい、それで途中にダム作って、そこで電力を取っても人間が、川が荒れないと思ったアホがいるんですよ。ね。ところが川っていうのはポテンシャルエネルギーって言うんだけど、ポテンシャルエネルギーで生きてるんですよあれ、うん、ね、うん、魚とか木とかが生えてるのはあれ石が丸くなったりするのは全部ポテンシャルエネルギーなんですよ、はい、そっから100のポテンシャルエネルギーから人間が50の電気エネルギーに変えたら川は半分になっちゃうんですよ。それがね、あの例えば日本だったら黒部ダムがひどいことになって、黒部ダムの下流も富山湾まで影響いっちゃったんですよ。そうだったんですか。で考えてみれば、その人間が自然に関与して自然のエネルギーの一部を取れば自然が傷むのは決まってるじゃないか。人の金取るようなもんだから、あのエネルギーってお金と同じだから、うん、人の金取ってね、人が貧乏にならないってはずないんですよ。それでエジプトでアスワンハイダム、アスワンダムってナイルの上流に作ったんですよ。そしたら川のもちろんエネルギー減るから海水が上ってきて、エジプト あの昔からやってた農地、海岸からかなり近い農地は全滅したんですよ、塩害で。でそれでもってもうね、我々はね、まあ、人間はアホなんだけど、それでもね、ああそうか、川っていうのは川をちゃんとエネルギーを利用してんだと、自然が利用してんだということを学んで、それで水力発電の開発はその時からやめになったんですよ。それで上限がなって、大体日本だとせいぜい 5-6% ぐらいが水力発電の限界で、それ以上やるとある程度は使えますよ、もちろん、だからある程度は使えるけど、それは 5-6% に過ぎないんですよ。だからこれはね、都知事としてはね、都知事って多分ね、緑のないところに住んでるんですよもう間違いなく、でもよく緑のなんとかって、まあ、緑着てますけどね、緑の塔とか言ってますね。あ、そうか、あれ緑に染めたスカーフが好きなのあれって緑がないからだったんですね。だからね、このね、太陽光発電のやつは、ものすごくその議論しなきゃいけない。まず東京をどうするのか、緑を全部なくすためのものがこれ太陽光発電だから。だからその緑のなくすことをやるのかどうか、それは東京の人がそれを希望すればそれはそれでいいんですよ、はい、ね。僕はあの全然自分の意見言ってんじゃなくて、そういうもんだと、あなたどっちを希望するんですかと、これによってね、あの小池都知事の政策によって、あの東京からは自然は全部なくなります。それからもしもこの太陽光発電がうまくいったら、日比谷のとか皇居の緑は半分ぐらいになっちゃうんですよ。それは当然なんですよ。だって人間が使うんだから、あれ収入なんだからね、あの動物の食とか動物にとってみれば。だから収入を、あなた収入の半分を人間が使いますけど、今まで通り元気でいてください、そんなことは起こんないんですよ。ちゃんとエネルギー保存則があるから。なるほど、